オールドミーティングハウス・ディッチリングは、イギリス・イングランド南部のイーストサセックス州西部に、あるビレッジで、行政教区。首都ロンドンの南方、イギリス海峡に近い位置にある。ロンドンのほぼ真南の方向にあり、イギリス海峡沿岸の都市ブライトンに近い。村は南北に細長く、その西側はウェストサセックス州との宗教となっている。面積は15.49平方キロメートル。 人口は2008人。村は西のハンプシャー州から東へ伸び、ウェストサセックス州を貫けて、さらに東のイーストサセックス州に至る白亜が特徴的な帯状の丘陵地帯、サウスダウンズのふもとにある。村の南側には、この丘陵地帯では3番目に高い、ィッチリングビーコンがある。また、村は彫刻家。 初代デザイナーのエリック・ギールが芸術家村セント・ジョセフ・セント・ドミニク・ギルドを開いたことで知られている。1907年にティッチリングに移り住んだエリック・ギールの元には多くの工芸家が集まり芸術家村を開く素地となった。1921年に改装したこの芸術家のコミュニティは1989年まで活動を続けたエマニュエル教会。 ありがとうございます。